リニアは平成15年11月7日に1日の走行距離を 1219km から 2876km に更新しました。 JR 東海の新幹線車両1日の平均運行距離はおよそ 1400km ですので、実用的な安定性を証明するのに十分な距離といえます。また平成15年12月2日には時速 581km を記録し、自らの世界最高速度記録時速 552km をおよそ 30km 更新しました。これは山梨実験船の設備で出せる最高速度でギネスの世界記録として認定されました。超高速大量輸送システムとして実用の域に達した超電導リニアモーターカーは中央新幹線への適用がふさわしいと考えています。早い早い。これは早い。